本日はお忙しい中、未来の子どもにつなぐ古くて新しい食と社会の大事な話講演会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私は本日講演会の司会進行を務めさせていただきます緑化スタッフの中山よし子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、主催緑化の代表河渕真美子より挨拶させていただきます。皆様こんにちは。私緑化の代表をさせていただいております河渕真美子と申します。本日はこの会場までは足をお運びくださいまして誠にありがとうございます。まず、本日はお子様がものすごくたくさん来ているんですね。できるだけ今日の内容は子供のいる小さいお子さんのいるお母さんやお父さんに聞いていただきたいということで、お子様連れ大歓迎にさせていただきました。大人の方だけでのご参加の方は、お子様騒いだりとかすることもありますが、ちょっと大きな目で見守っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ですね、まず、外で、今日チラシをたくさん持ってきていただいて置いてあります。いろんな会の方がいろんな食べ物のことや、原発のこととかいろんなことをやられている方がいらっしゃるので、ぜひチラシコーナーに寄っていただいて目を通していただけたらなと思います。それから、緑化新聞、それから内海先生の本を、サイン会の前に前もって販売させていただいております。再開、パンの販売は16時からになりますので、休憩中も内海先生の本を販売しておりますので前もって本をご購入いただいて、その後にサインだけという形でも構いませんので、16時からですと混雑しますので前もってお買い上げいただけたらなと思います。それでは突然なんですが、ちょっと広瀬さんがまたお昼を食べに行ったきりまたどこに行ったのかという感じなので、ちょっと突然なんですが、家がすごく片付いてるという方どれぐらいいらっしゃいますか？手が上がる方が素晴らしい。では家が全然片付かない何とか片付けるけど片付けるの大変だなっていう方どれくらいいらっしゃいますか？そうなんです、私も本当に片付けが苦手で、物が足の裏にご飯の粒とかが張り付くんですが、片付けって今、片付けられない女とかいう本が出版されているぐらい片付けられないというのがすごく問題になっているんですよね。で、世の中で片付けられないっていうことってまるで主婦のせいとか家庭のせい、家のせいっていうふうに今思われているんですが、実は違うんです。実は片付けられない本当の理由として、戦後、昭和25年以降ぐらいから今までの世の中に売られているものの物質量って60倍とか120倍、300とか言われているんです。それぐらい物がとにかく増えているっていうのが現実なんです。ですが皆様のお家150倍ぐらいに昭和50年ぐらいから昭和20年ぐらいから大きくなったっていう方いらっしゃいますか？いないですよね。そうなんです、家の大きさは変わらないのに物だけが増えていく、この現実が家を片付かなくさせている。
奥さん、お母さんのせいではありません。実は物が多いんです。でその物の中でも100均で物を思わず買ってきてしまうっていう方どれぐらいいますかね。100均で物行くと結構買っちゃうっていう方、意外と少ないですね。さすが今日は堤先生の講演会。家の中に本当に必要なものってごくごく少しなんですよね。でそれって食べ物のお話と全然関係ないんじゃないかって思われたと思うんですが、実は食べ物も全く物と同じように何百倍っていう量の食品が戦後から今に至るまでに売られるようになりました。その中には本当に必要のないもの、本当に体に必要なもの、見分けていくと本当に体に必要なものって本当に今少ないです。本当は食べなくてもいいもの、必要のないものがほとんどのスーパーでは9割方食べなくていいものが売られていると思っていただいていいと思います。ですが体の方はやっぱり食べなくていいものを受け入れられる許容にはなっていないんですね。皆さんは体150倍に大きくなってるから大丈夫です。多分人いないと思うんですけど、そのぐらい食べ物っていうのはいらないものがすごく増えてます。それはなぜかという話、いらない食べ物ってどんなものだろう、どんなものを買ってどんなものを買わなくていいんだろう、そういう話を今日多分徹底的に先生方にお話ししていただけると思います。広瀬さん戻ってきたでしょうか。では、長々ありがとうございました。広瀬さんの講演に移りたいと思います。皆様今日はよろしくお願いいたします。ここで、講師の広瀬先生のプロフィールを簡単ではございますが紹介させていただきます。広瀬光男先生は無添加、オーガニック、ノンベクレルなどを大切にした漢方法リスドール3つを出展され、材料の一滴一粒までこだわり抜いたパンを販売されています。これまでに多数のテレビ番組に出演するほか講演も多数こなされていますので、ご来場の皆様もご存知の方も多いと思います。本日はパン業界、現在パン業界が抱える問題点や未来を担う子どもたちのために、普段メディアなどでは聞けない食についての話を伺いたいと思います。それでは広瀬先生よろしくお願いいたします。こんにちは。昼飯をゆっくり食ってまして遅くなりましたで、大変ご迷惑をおかけいたしました。ありがとうございました。今日はざっくばらんにいろいろなお話をさせていただきたいと思っておりますけれども、ご覧のように、私はその辺あるいは広瀬先生という普段聞き慣れないお言葉でのご紹介がございましたけど、私はその辺歩いているパン屋の親父なんですね。ごくごく普通の親父でございます。ただ普通の親父と普通のパン屋の親父とちょっと違うところというのは、原材料に関しては非常に厳しい目で、追い求めているというところかというふうに思います。私が今パンが危ないというふうにこちらの方の画面に出ておりますけれども、今パンが危ないというのは、実はこの本が出ましたのが5年ぐらい前でして、で5年前に出したんですが、出版差し止めになったんですね。販売も差し止めになったと。でどうしてかって言いますと、簡単なんですね。
製パン大手の企業名をバン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 開けちゃったからです。バカですよね。私もね、本書けば売れなきゃしょうがない、売れなければ伏せ字にすればいいだろう、伏せ字にしたんですよ、伏せ字にしたんですが、やっぱりなんていうんですか、ここでちょっと話してもいいでしょうけど、山崎さんという製パンメーカーございますね。山丸ザキって書いても全然意味がないんですよね。それで第一製パンを第二製パンって書いたんですよね。それでも本当に意味がないというようなことでございまして、とにかく出版差し止めになった、その題名のままこうやって講演をさせていただく失礼をお許し願いたいと思います。さて私実はこの次の画面に行きますと、一番上が、中洞さんですね。中洞忠さん、岩手県の宮古で、山地酪農をやっている、中洞さんです。今牛乳が非常にやっぱり問題になっておりますが、ただ問題、牛乳が問題になっているというのは牛乳そのものの成分というよりも牛乳に含まれているホルモン剤だとか、それからあとは牛乳に含まれて牛乳というか、乳牛が食べている、抗生物質入りの、飼料が問題なんであって、でもしくは飼料自体が、なんていうんですか、アメリカからの遺伝子組み換え食品であるということが問題なんであって、牛乳そのものには私はですよ、罪がないというふうに思うんですね。それから左側が皆さんもご存知の、木村明則さんで、実はこの3人の親父は共通点が一つだけございます。何が共通点かっていうと、3人が同じ年だということです。面白かったですか。で、3人がどうも木村さんが一番年上で、その次が中洞さん、そして広瀬という形の、見方をされるんですけれども、これは苦労をしたものの順で、木村さんが一番ご苦労なさってるだろう、そしてその次が中洞さんであり、広瀬がその末席を怪我しているというような状況でございまして、で特に木村明則さんとの思い出というのは、もう20年になるんですね、お付き合いが。東京とか大阪の関西のスーパーで、リンゴを手で持って、手売りって言いますけどね、このリンゴいかがですか、自然農法のリンゴなんですよねって言って1個、本当に1個100円とか150円ぐらいで売っていた、その頃からの知り合いなんですよ。ですから今私どもの、お店の場合には、中洞さんの、木村さんのリンゴが、定期的に、規格外ですけれども何十箱も入ると。ところがインターネット見てびっくりしましたね。1個700円1個800円、700円出しても800円出しても、もうインターネット自体が買えないというような状況です。それで早速お話の方に行きたいと思うんですけれども、製パン業界、まずミクロのお話をするよりもマクロのお話をしたいというふうに思っておりますが、製パン業界を全般的に見てみますと1兆6569億円の市場なんですね。で、大手1社が、そのうちの 35% を占有していると。で、大手13社、これは大手14社になりますけれども、大手14社っていうのは日本全国で14社っていう意味なんですね。ですから北は 日糧製パンさんから、南は何ていうんですか、領有食品さん、沖縄の沖子さんだとか、そういうところが入っているようなものでございます。で、中手っていうと
例えば皆さんご存知の、まあ、今日はあの実名をはっきり申し上げますと、サンジェルマンだとか、エディーズだとか、そういうようなパン屋が中で、また、なんていうんですか、あの神戸屋さんのセントラルキッチンも中手になるようですね。それが、中手 25% で、小規模ベーカリーが、約3000店以上今あるんでしょうか、それが、残りのものを食い合っているという状況です。大手1社 35% 約6000億から占有しているのはどこかといいますと、かの有名な、一番おいしいと言われている、世界のパン山崎でございます。非常においしいパンをお作りになっておられるようです。でそれの見方なんですけれども、北海道地方で、リメンを見ますね。リメン見ますと、使っている添加物がなんかいっぱい書いておりますけれども製造場所っていうところが書いてますね。で製造場所が YSP というのが札幌工場で YTW っていうのが十和田工場で KD が工藤パンでっていうふうにどん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 書いてあります。でこの YSU 東京都杉並区現在稼働せずって書いてありますが、これはパンは稼働してないという意味であって、今和菓子類餅菓子、それから洋菓子、和菓子洋菓子ですね。それからあとはあのクッキーの乾き物というものは、こちらの方の、杉並工場の方で お作りになっておられるようです。で何を言いたいかと言いますと、実は山崎さんが山崎製パンというパン屋が7000億近く占有なさってるっていうことは、なんていうんですか、もうほとんど、日本中のパン屋が、7000億からの、ものを、作っておられるというか、あの要するにどうしたの大丈夫大丈夫、はいはいはいあの東北の青森県なら青森県を例にとりますと、青森県を例にとると青森の工藤パンだとか、それから秋田の竹屋製パン屋なんかは全部技術提携だとか資本提携という形で、はっきり言って山崎が乗っ取った形になってます。山崎が乗っ取ってる形になってます。資本提携だなんて言ってわずか総資本の 5% 以上を出せばもうほとんど乗っ取られたと同じなんです。でそれでどん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 秋田の竹屋製パンさんなんかはかわいそうに、どん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 ご自分の意図しないようなパンを作っておられる。いつか大雪の日に談合坂で山崎パンが無償でパンを配ったという美談が伝えられましたね。あれは美談でした。ただ美談の陰にどういう話があるかと言いますと、実はあの中央高速をもっと行きますと、三木村屋というパン屋が甲府の市内にあるんですね。でつまり三木村屋もこの工場の中のリストには入っていませんけれども、三木村屋、木村屋の傘下にある三木村屋も山崎パンの技術提携、資本提携を受けているということになるわけです。つまり 山梨県から東京にパンを持ってきている途中、もしくはその東京でできた、東京で集荷されたパンを山梨県で売るがために三木村屋というキーステーションを利用していたというわけなんですね。で要するに、青森、秋田、岩手、それからあの東北6県ですね、東北6県で、それからあの、まあ、こちらの北関東の方も含まれますが、茨城、群馬あたりで、とにかく、山崎の、ごめんなさい、山崎さんの、山崎さんの、
影響を受けていないパン屋はないぐらいです。みんな山崎になってます。みんな山崎になってます。次お願いします。で、まあ、この山崎のお話、山崎さんのお話はこの件にしまして、パンの危ない3要素として、放射線、それから添加物、イーストフード乳化剤、そして農薬っていうものがございますけれども、特に放射線のものに関しては、1ベクレルもあっちゃいけない。1ベクレルあったら、一説によりますと2億4000個の細胞に損傷を与えると言われております。で、ご存知のようにどこかのパン屋がベクレルの検査をしているなんて話聞いたことありますか？全くないんですよね。不思議なぐらいにパン屋というパン屋が、あのパンの業界に限って言うんだったら、パン屋のパン屋というパン屋が小麦粉、バター、牛乳、それから水、それから卵、この5大要素と、5大原材料といいますが、5大原材料もベクレル検査をしてないんですよ。全くしてないんですよ。で、7000億から売り上げている山崎さんもしてないんです。で、実は非常に、あの後でお話ししようと思ったんですけど、非常に怖いお話がございましてね、小麦粉が北東北の、国外産の小麦粉の方が安心だと言われることで、いや、いうことでどんどん輸入小麦粉を使っておられるようですけれども、北関東というか、あの東北の小麦粉をどんどん混ぜて使っているというようなお話があるんですね。それはつい1週間ぐらい前に聞いたばっかりです。もうそんなんなのと。小麦粉が、外国から来ている、アメリカ、カナダから来ているということだけで心配しておったのに、つまり遺伝子組み換え食品の中に小麦粉が入ってますからね、もうすでに入ってきてるんですよ。で、放射線の話に戻しますと、過数的にではなくて常数的に体に作用する。人はパンのみで生きてるわけじゃない。要するにパンだけでなくて、パンじゃなくて味噌汁、おかず、いろいろ食べるわけですよね。例えばパンで10ベクレル、それからお菓子で10ベクレル、それからなんで私ニコニコしようかと思ってると思う、あ、言ってる、あの しようかとしていますと、ニコニコしてお話ししなさいとうちの母ちゃんが今日言ったもんですからなるべくニコニコしてお話してるんですが、小麦粉、パンが10ベクレル、それから牛乳が10ベクレル、おかずが10ベクレル、この場合には10+10+10の30ベクレルが体に作用しているというもんじゃないんですね。 10×10×10 常数的に作用しているというわけなんです。で、これはまあ後で宇津美先生がいらっしゃって、科学の専門家でおられる、また医療の専門家でおられる宇津美先生によくお伺いしてみていただきたいと思うんですが、要するに、1ベクレルにつき、2億4000個からの、細胞に何らかの損傷が起きているということが一説によって言われております。それから、しかしね、パン屋だけじゃなくて、もううどんの業界、そばの業界、スーパーに並んでいるありとあらゆる、生鮮食料品といわれるものが全部ベクレル検査してないんですよ。名前言っていいかどうか、また名前言うとまずいだろうな。あのね、大手の通販業界ありますよね。大手の通販業界はまるっきりベクレル検査なんかしてませんよ。おい、クスのね、おい、クスのエビナ
センターに行ってごらんなさい。何千何万というようなアイテムをどんどんどん 何千種類のアイテムを何百個ぐらいずつ配送してるんですよ。それを一品一品検査できてるわけがないじゃないですか。やろうと思えばできるはずですよ。アイテムごとの検査ぐらいできるはずなんですよ。それもしてない。それでホームページにはベクレル検査の仰々しい機械を持ち出して安心安全無害と言っている。あそこまでね、あそこまで厚顔無視にはなれないというふうに思いますね。それから添加物についてお話をしたいと思います。イーストフード乳化剤って書いてありますけれども、イーストフードっていう言葉はね、もう英語にはないんですよ。ブレッドコンセントレート、もしくはブレッドインプルーバーという言葉が使われております。イーストフードっていうと、あたかもイーストの餌のようなご考えいたしますけれども、イーストの餌でも何でもありません。単に私のフェイスブックを読んでいただければお分かりになると思いますが、機械耐性、機械に対する耐性を良くするがために作られた、発酵促進剤の一種というふうに思ってください。で、乳化剤というのは、まあ後でご説明しましょう。パンに使用されている、添加物、そしてイーストフードなんですけれども、無機質系フード、これがシウス酸カリウム、悪名高きシウス酸カリウムです。シウス酸カリウムっていえばね、化学式で BR って言うんですよね。で、これがもう焼けばもうなくなっている。そして18年から20年前に業界では使用自粛になったものが、今山崎製パンでは使われているというのはね、中の一文を読むと、中の一文を読むと、この、シウス酸カリウムは安全性が第三者機関によって証明されたというふうに書いてあります。第三者機関って言ったら第三者機関のはずですよね。ところがその機関というのは日本パン科学協会だとか日本製パン、学会だとかという学会なんですね。で、そこで確かに、精査されているんですけれども、精査されている研究員はどこから派遣されているかって言ったら、みんな山崎の社員ですよ。どう思いますこれを。山崎の社員が行って山崎の研究をしてるんですよ。それでこれは安全だと言ってるんですよ。それで第三者機関によるとっていうと、これはまるっきり、茶番劇というふうな言い方しかないですよね。で、硫酸カリウム、塩化アンモニウム、これらは、体に有害であるということがもう、自明なことでございます。で、有機質系フードとしてはアミラーゼ、プロテアーゼ、酵素剤というものが入っております。シーフードというのはビタミン C を中心とした素材というふうに書いてありますけれども、実は問題なのはこの3つの塩が交わったところなんですね。ビタミン C フードと言いながら宣伝してパン屋さんバカだからパン屋さんに一生懸命売って、ところがビタミン C が 99% から入っても 1% のシウス酸カリウムでも入っていれば、ね、これはまるっきり無機質系のフードと同じじゃないですか。それのところが、非常に曖昧模糊としている状況かと思います。はい、次に参ります。脂肪酸エステルってあるんですよね。これは、乳化剤の一部です。で、脂肪酸っていうのは、脂肪酸っていうのはまあ当格として、エステル成分っていうのは果物の果皮やなんかにこう含まれているものですから、非常に、まあ、なんていうんですか、体には悪くないと思います。ところが
脂肪酸とそれからエステル成分と両方が科学的に混入、科学的に合成されたものはどうなのかということなんです。で、脂肪酸エステルっていうのはこの下に書いてあります界面活性剤って書いてありますね。界面活性剤とほぼ同じ成分なんですよ。界面活性剤っていうのはなんだかご存知ですか。はあ、ありがとうございます。石鹸なんですね。石鹸なんです。パンを食っているのに、パンを食べているのに石鹸を食べてるんですよ皆さん。山崎パンをはじめ、あ、今ついに喋ようでしょ山崎パンをはじめとして、大きな大手のパン屋さんがホワイト、あ、何、ソフト&ソフト、ソフト&なんとかとかっていう、いわゆるソフト商品を出しましたよね。で、その時に一番たくさん入れたのは何かっていうと、この界面活性剤なんです。で、私があの時に確かこういう申し上げたんですね。これは食べられるスポンジですと。一応食べても害にはならない、今すぐには直ちに健康に影響がないと。誰かのセリフですよね。直ちに健康に影響がない、ただ数ヶ月後数年後には分からねえよというような感じなんですね。で、これがソフト&ソフト、ダブルソフトやなんかのからくりでございます。で、グリセリンというのは皆さんご存知のように、皆さんも少なからずお世話になったかと思いますけれども、肝腸ございますね。イチジク肝腸、イチジク肝腸の主成分は 99% が水です。あとの 1% は何でしょう。グリセリンです。で、水とグリセリンというのは非常に、乳化しやすいというか飽和しやすいんですね。ですからさ、加水分解されやすいわけですね。ですから加水分解されるというものは、下の方から突っ込んでも、なんか落ちた、下の方から突っ込んでもとにかく、硬くなったものを柔らかくするというような働きがあるわけですね。で、要するに脂肪酸エステル、グリセリン、界面活性剤、パーマ液、肝腸液、それから怪しげな化学合成されたものを食べて皆さん喜んでるわけです。食パン一斤って何グラムあると思います？お隣の方、食パン一斤何グラムあると思います？お隣の方、食パン一斤って何グラムあると思います？答えられないでしょ。あのね、騙されちゃいけませんよ皆さん。食パン一斤っていうのは昔から450グラムっていうことに決まってるんです。昔から一斤450グラムなんです。うちは440グラムだけどところが山崎パンとか大地パンやなんかの大手のパン屋さんは一斤が320グラム、甚だしい場合には300グラム、しかも測ってみると300グラム切れてる。で、よく見てみると調整前生地重量という言葉が書いてあります。焼く前の重量が 300g、320g。 パンはでかくして売ればいいと思っているんですね。要するにダブルソフト、ソフト&ソフトっていうのは食べられるスポンジで中がスカスカ、そのものを上に、後でお話ししますけど、トランス型脂肪酸のいっぱい入った、マーガリンを塗って食べていると。ねえ、これじゃあ健康になる食事が健康になるわけがないじゃないですかと言って、パン屋がパン屋の首を絞めてるというわけですけれども、それから、次にお願いします。パンに使用されている添加物っていうのが、抜け道があるんですね。厚生労働省とか、それからあとは何て言うんですか、日本の食料庁っていうのは非常にお優しい
役所でございまして、あらかじめ、第一原材料にあらかじめ混入されている物資に関しては改めて表示をする必要はないというふうに書いてくださっています。つまり第一原材料、すなわちショートニングだとか、それからマーガリンに練り込んである、添加物、それはもう表示する必要がないというふうに言ってるんですね。それから2番目に加工除剤のキャリーオーバーということが書いてあります。熱を加えることによってなくなっていると思われる物質は表示する必要がない。さっきのシュウ素酸カリウムがいい例ですよね。熱を加えることによってなくなっているであろう、であろうってなくなっているって誰が決めたんですかね。食パンというのは、私以前に若かりし頃、食パンのラインの、ラインを製造して海外に販売する会社に勤めておりました。28歳、今から、35、6年前の話ですね。で、その頃非常に苦しかったのが、大手の製パン会社では300キロミキサーとか500キロミキサー、中には800キロミキサーなんてあるんですね。300キロの粉をミキシングする、500キロ の粉をミキシングする。で、私の仕事はっていうと、演じみ、要するに営業部に配属されていたわけなんですけれども、セールスエンジニアとして、この機械、このプラント、このラインを使ったらこういうようないいパンができますよということをご披露して、そしてプラントを売るという仕事だったんですよ。で、300キロ500キロのわずか 1% でも3キロ5キロの添加物を吸い込まなければならないわけですね。3キロ5キロ全部とは言いませんが、いくら一生懸命なんて言うんですか、防塵マスクをしてても3キロ5キロの、添加物を吸い込まなきゃならない。で、これがね、非常に体に負担ができて、そしてその会社を2年半で一応辞職したんですね。って言いますのは、体中に発疹ができてしまったから。この私の顔に斑点が残ってますよね。これ老人斑かもしれませんけど、老人斑じゃないですよ。その頃の名残なんです。全身が黒いこの発疹ができてしまったんです。これは食品添加物を短期間で浴びすぎたせいだというふうに今では結論付けております。それで次の写真なんですが、食パンの1週間経過後の写真、これはこの写真は Facebook でご覧になった方も多いかと思いますけれども、セブンイレブン金の食パン、何が金の食パンなんだろうね、値段だけが金の食パン。それからフジパンの本仕込み、それから信濃町の、丸十製パン、それからあとは四季島パン、長熟、山崎のロイヤルブレッド、それからあとは、ちょっと名前が不明なんですけれども、これはね、私も実験しました。ただ私の写真をあえて持ってこなかったというのは、私が撮った写真だとやらせだろうというふうに思われるから、 Facebook からその写真を撮りました。で、これは何のあれ、写真かといいますと、添加物を使っている、添加物の量が多い順番ですよね。まあ山崎のロイヤルブレッドの綺麗なこと、でそのあたり、その次がフジパンの本仕込み、その次がセブンイレブンの金の食パンですね。一番汚いのは信濃町の丸十製パンという町の多分小さなパン屋でしょう。私もここに丸十って書いてあります。町の小さなパン屋というのは丸十というふうに大体名乗っておりますが、ある奈良県だかな、三重県だかの、バカな薬科大学の教授がこんなことを書いてありました。山崎パンを検証するというんで、こんな論文が出てました。
山崎パンとそれから一般のパンがどうして山崎パンがカビにくくて一般のパンがカビやすい、一般の家庭で作るパンがカビやすいかって言ったら、山崎パンは無菌状態でパンを作ってるから、いわゆる一般の家庭が雑菌だらけで汚いんだというふうになる、そういう論文の押さえ方でした。バカじゃねえかなと思いますよね。今度教授は本当に薬学、薬がもう年齢が70過ぎの方だそうですけれども、何の勉強してきたのかと思います。無菌状態でパンができるわけがないじゃないですか。無菌状態でどうやってパンを作るんですか。パンは菌でできてるんですよ。ね、はい、それからね、一つ誤解してほしくないのは、シュウ素酸カリウムを入れたからといってカビが出やすい出にくいという問題じゃありません。シュウ素酸カリウムというのはあくまで発酵促進剤です。で、ただカビを出にくくする薬っていうのがあるんですね。プロピオン酸だとかソルビット酸というものです。で、プロピオン酸とかソルビット酸というのは、腸内のごめんなさい、カビの発生を、あらゆる細菌の発生を抑える働きがあるんですね。確かに山崎のロイヤルベルト、細菌の発生を抑えてますよね。これは、食パンの1週間後の写真だそうですけれども、ただよく考えてください。私たちの小腸大腸は菌でできているようなもんなんです。善玉菌悪玉菌を含めて、こんなソルビット酸だとかプロピオン酸を入れたパンが果たして体にいいんでしょうか。果たして体に本当にいいんでしょうか。小さなお子様がいっぱいいらっしゃいますけれども、小さなお子様の大事な大事な菌ですよ、善玉菌ですよ、その菌まで殺してしまっているということになるんです。怖いことだと思いませんかね。はい、次、農薬のお話をしたいと思います。パンの危ない3要素、農薬、その次いきましょう。この表が見にくいですよね。どうやら日本や中国が上の方にあるんですよね。はい、次行きましょう。これも見にくいですね。中国、左から中国、韓国、日本、チリ、ベルギー、ニュージーランド、オランダ、イタリア。オランダって言えばオランダ気の毒でしたね。つい先日飛行機落とされちゃって。はい、次行きましょう。はい、これが一番見やすいですね。これはグリーンピースが書いたものだと思いますけれども、中1ヘクタールあたりの農薬の使用量です。中国が 17.8kg1 ヘクタール、それから韓国が 13.1kg ヘクタール、日本が 12.1 も使ってるんですよ。 CO2 がどうのこうのって言いますけれども、 CO2 そのものは農薬に木村明憲さんに言わせると、農薬の散布量に関係してるって言うんです。農薬を多く散布すればするほど CO2 が多く出てるって言うんですね。これは中国の野菜がどうの、韓国の野菜がどうのって言ってられないじゃないですか。1ヘクタールあたりですよ、1ヘクタールあたりの農薬の使用量がこれだけ違うということなんです。これだけ日本では使ってるってことなんです。次行きましょう。有機栽培、無農薬栽培、原農薬栽培、無化学肥料栽培、原化学肥料栽培、原農薬、無化学肥料栽培、無農薬、原化学肥料栽培、原農薬、原化学肥料栽培。なんかお経でも読んでるみたい。ちょっと次見やすいのに行きましょう。これはね、丸が使用してもいいということです。三角が通常の5割使用ということです。
×は使用不可ということです。この表からいきますと、ね、有機栽培は化学合成 農薬は使っていけませんよ、それから天然成分農薬は使っていいですよ、化学肥料は使っていけませんよ、天然成分肥料はいいですよ、で無農薬栽培というのは化学合成農薬はダメですよ、天然成分農薬もダメですよ、ただ化学肥料は良いですよ、天然成分肥料は良いですよっていうような表なんですね。ただね、ちょっとこの上の方はともかく下の方の通常の5割使用って書いてあるでしょ、原農薬、原農薬、原化学肥料使用、原化学肥料栽培というのは要するに化学肥料が通常の 50% 以下、つまりお隣の畑が100撒いてるとしたならば50撒いてればいいということになりますよね。ただちょっとお聞きしたいんですけれども、100だの50だのお隣 の農園に比べて50しか撒いてないよって誰が見てるんでしょうか。誰が見てるんですか。素直な疑問として通常の5割使用かというのは極めていい加減です。通常の5割使用というのは、通常というのが普通この1ヘクタールあたり10リッターなのか20リッターなのか30リッターなのか、それもよく分かってない。それで、ジャス法により有機栽培オーガニックのみ認定機関の認定及び監査が必要と書いてあります。でジャス法の有機栽培というのも非常に、疑問を持ってるわけですよね。でジャスの有機栽培が一軒一軒の畑に365日ずっとついてたというお話は聞いたことありませんもん。せいぜいお伺いしたとして何ヶ月に1回ぐらいでしょう、ね、そして一軒の農家が一種類の農作物だけ作ってるわけじゃなくて、もう十何種類、二十何種類の農作物を作っておられるわけですよ。でそういう中にありまして、なんていうんですか、非常にジャスのオーガニックっていうのも非常に あんまりはっきり言えませんけど、はっきり言ってダメですね。イタリアのオーガニックのお話をしたいと思います。イタリアのフィレンツェっていうところに行きました。もうフィレンツェにはオリーブ油 の輸入から、それからあとは、レモンの輸入、それからクルミの輸入やなんかでフィレンツェにはもう7回ぐらい足を運んでおります。でね、ワインありますでしょ。でオーガニックワインって売られてるじゃないですか。イタリア製のオーガニックワイン、何々が不使用っていうふうに書いてあるんですね。イタリア製のオーガニックというのはこの中にイタリアの方いないですよね。全く信用できません。なぜならばイタリアのオーガニックというのはシールを貼ればオーガニックになるんです。そのシールはどこで売ってるかって言ったら政府が売ってるんです。その政府に例えば日本円で言えば40円か50円出してシールを1枚買ってきてピャッと貼ればもうオーガニックのワインになるんです。イタリアでは今でもその仕組みはシステムは変わってないはずです。とんでもない話ですよね。この六花の会はね、何をやってる会なのかと思って先ほどこの小冊子をいただきました。この小冊子の文頭から、文頭というか文章から始まりまして5ページぐらいトランス型脂肪酸のことが書いてあるんですね。でトランス型脂肪酸というのは非常に、ゆゆしき問題です。なんで日本の厚生労働省が、直ちに使用禁止にしないかということを非常に思っております。
これは裏を返せば日本人の、まあ、私のような、私今64になりますけれども、私のような年齢とか、それからあとは私を含めた私の孫子の世代に至るまで早く死ねということでしょうね。お隣の韓国、こんだけ大きい声出しても寝てる方がいらっしゃるな。お隣の韓国、台湾、それからベトナム、シンガポール、それから、インドネシアに至るまで表示義務、この商品には何パーセントのトランス型脂肪酸が入ってますよということが表示される、表示しなければいけません。で、ヨーロッパ、オランダ、それからイギリス、ドイツ、イタリア、フランス、それから東欧に至るまで、それからあとはアメリカですね、アメリカに至るまでトランス型脂肪酸は全面使用禁止です。特に一番足並みが遅かった米国も、つい数週間前に、トランス型脂肪酸が使用禁止になりました。で、なんでトランス型脂肪酸が使用禁止にならないのかって言ったならば、はっきり言いましょう。日本には日本マーガリン工業会、日本油脂工業会という2つの大きな工業団体があります。この工業団体の上層部は全部国からの天下り組です。天下り組がバーッと体制を占めているから、トランス型脂肪酸が使用禁止にならない。極めて分かりやすい理屈でしょね。ひどいもんだと思います。で、ご覧のように水素の分子が反対側にあって、水素の、もう一つのシス型という方は水素のが同じ側にあると。で、これはショートニングっていうのはどうやって作られるかといいますと、魚油、それから菜種油、それからあとは牛の油、ラード、ヘッド、ラード、ね、この辺のあたりの五等、要するにもう機械油にしかならないよというような、そういう油を全部混ぜてるわけなんです。で、混ぜる前にどうするかって言ったら、加熱するわけですね。温度をガン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 入れるわけです。で、温度を入れて、液状になるから、それを水素を入れて添加して、水素を添加してブク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 っと泡立てて、で、それで固体にしていくわけですね。これが水素添加というものです。で、水素添加をする過程において、このトランス型脂肪酸というものが発生してしまう。で、こちらの方の6価の階の方には、6価の階の方には、膠原病とかアトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎とかっていうことが書いてありますけど、もっと恐ろしいのは、このトランス型脂肪酸というのは別名プラスチック油脂と言われるがごとく、細い血管にどんどん入っていくんですね。指先の細い血管、そして心臓の細い血管にどん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 入ってきます。心筋梗塞のもとです。心臓病のもとになります。これをマーガリンだとか、それからショートニングを食べれば食べるほど、心臓外科もしくは循環器系のお医者さんは非常に喜びます。なぜならば患者さんが非常に多くなるから。それで、まあ動脈、アレルギーだとか認知症の原因であるということは、また、不体原因になるかと思いますけれども、で、シス型っていうのがどういうものかって言ったら、オリーブオイル、オリーブオイルも上等なオリーブオイルじゃなくてダメですよ。宇津井先生 の著作によると、オリーブオイルもね、簡単に搾油されたものは非常に体に 逆に悪いんだと。で、ましてイタリアのオーガニックオリーブオイルなんてのはね、非常に体に悪いでしょうね。
シールをペッと貼ればいいんですから。で、まあ、とにかくそれの見分け方として面白いことをおっしゃっておられるのは、ペットボトルではなくてガラス瓶に入ったオリーブオイルということをおっしゃっておられますね。で、ぜひガラス瓶のオリーブオイルをガンガン使っていただきたいと思います。また指数型の中には、なんていうんですか、フレッシュバター、生バターやなんかは指数型ということでございますね。はい、それからちょっと話題を変えて次の場所に行きたいと思います。これがね、非常にふざけてる話というか、いい話というか、世界における製パン業界の、編纂というのがあるんですが、昔と言ってもつい10年ぐらい前にヒースタントっていうスイスの会社がございました。それから IAWS というアイルランドのアイリッシュ・アグリカルチャル・ホールセール・ソサイティという会社がございました。この会社が合併しまして、今はどこにあるかっていうと、これはやっぱりスイス、それからイギリスの方にあるんですが、アリスタという会社になっています。これどうぞインターネットなんかで調べてみてください。アリスタという会社はもともとは穀物の会社であるんですが、どんどん、バックミッテルっていうのは、要するにパン用の添加物ですね、パン用の食品添加物をどんどん売り出して、非常にモンサント社と仲がいいところじゃない。はっきり言ってアリスタというのはモンサント社と同じです。モンサント社が名前を変えて食品の部門をアリスタと言っているだけだと思ってください。ここにははっきり書きませんでしたけど、そのくらい恐ろしいことをやってます。このアリスタというのが、まあ言っちゃなんですけど、ユダヤ資本ですけどね、各国の製パン企業を買収してます。ヨーロッパでは三越までが空輸したと言われているポアラーヌもアリスタの傘下になりました。それからアメリカの、ロサンゼルスで有名であったラブレアというパン屋さんは、私が、今から12、3年前に、ラブレアの、社長から招待されてアメリカに行った時に、まだ、社員の方が15名か20名ぐらいしかいらっしゃらなかったんですね。今は472名の社員の方がいらっしゃいます。大変大きくなりました。それはアリスタが買収したからです。アリスタが買収して、で今ラブレアのパンは美味しいパンだから、ぜひ皆さん買ってください。コストコに行けばいっぱい山積みになって売ってますよ。美味しいわけないじゃないですか。美味しいわけがないじゃないですか。一生懸命作るパンが美味しいんであって、一生懸命作ってないパン、427人の従業員があっちからこっちから右から左からっていう風に材料をかき集めて作ったパンがうまいわけがないじゃないですか。でアジアのオーストラリア地域、そして、なんていうんですか、ニュージーランド地域では、もうどんどん、アリスタが占めております。私ね、アリスタが私のパン屋を買ってくれないかなと思ってるんですよ。私のパン屋を買ってくれたら、私のこの汚い口で罵るこの言葉も、全くなくなるんじゃないかなというふうに思ってるんです。で、まあお待ちしてるんですが、アリスタさんも、来ません。どうしてでしょうね。それは簡単です。山崎というパン屋があるからです。山崎がアリスタが買収したい、次に買収したいのは山崎というパン屋でしょう。山崎があと数年後どうなるか分かりません。山崎が、河川状況をもっともっと深めたところで、アリスタという会社が、買うというような筋書きも十分に考えられるかと思います。で、まあアリスタのホームページをさらさらと見てみましょうか。
2014年に、パン屋、ピネリチベーカリーっていうんでしょうかね、それから2014年に、クローダルヒルベーカリーというところが、2013年にクレメンアクシーというところが、どんどん行ってください。で、2010年にはかなり、アメリカ中のパン屋を買い集めまして、それでどんどん行ってください。で、2001年にこのラブレア、これが一番最初ラブレア のマークで、今はラブレアのロゴも変わっているかというふうに思います。で、 OCIA の実態ということを言ってみたいと思います。日本でも有名な OCIA Organic Crop Improvement Association、 発音いいでしょう。あのね、実は今から43年前に2年半ほどアメリカに留学しておりました。で、1ドルが297円、1ドルがね、120何円とか今日あたりでいくらですか。その頃から比べれば非常に貧乏な暮らしをしておりまして、2年半の間本当にもう大変な話をしておりました。大変な話で、暮らしておりました。食えない時にはどうしたかといったら、近所の、韓国料理屋のおばさんのところに行ってタダで飯を食ってましたね。で、私実は韓国語が少し喋れるんですけれども、韓国語はその、アメリカのおばさん、キムおばさんとおっしゃいますけれども、キムおばさんから習ったようなもので、私韓国っていう国、中国っていう国は大嫌いですよ。ただ中国人とか韓国人の中にはすごくいい方がいらっしゃる。私はその2年半の間、そのキムおばさんがいなければ本当に生きてこれなかった。ですから未だにキムおばさんに感謝しております。感謝しておりますが、今から15年前に亡くなられました。さて、OCIA の実態なんですけども、国際有機農作物改良協会、世界的な規模で無農薬栽培を推進、1985年設立、本部はネブラスカ州、アメリカのオーガニック認証システムって書いてありますけれども、アメリカの OCIA 農業関係は私は専門家でないんでよく分かりませんが、パンに関して言うんだったら OCIA の認可というのは全く信用ならない。なぜならば酵素剤の使用を OK しているからです。酵素剤というのはアメリカの英語でエンザイムと言います。エンザイムの使用を OK するような団体は私は一切認めたくない。あ、ごめんなさい、うちの奥さんからニコニコしてお話しているので、どうもすみません、ついなんか気合が入っちゃうとニコニコっていう顔を忘れちゃいまして、で、とにかくパンに関して OCIA という存在というのは本当に認めたくないというふうに思います。はい、次に参ります。日本での無添加パンの実態ということを申し上げられます。で、パン屋さんが開店する前場合に、パン屋さんが絶対に、儲かる悪魔のような3要素のことがあるんですね。それは一つは石窯、天然酵母、国内産小麦粉使用、この3つのワードです。で、石窯の場合、石のスレート、つまりオーブンの中の炉焼を石の、ものを長石を使って、石を薄く切ったものを使っているだけのものが多い。それからまたは薄いセメント状の石 の要するに、耐火率のいい石を混ぜ込んだセメントを流したもの、それだけのもので石窯と称した。石窯というのは遠赤外線効果を利用するわけですから、もうその、窯たるや、本当に3層ぐらいないと遠赤効果というのは現れないというふうに言われているんですね。つまり炉焼もさることながら、周りのオーブンの壁も全部石でなければ。それから
天然酵母、白神児玉酵母、星野天然酵母、阿古天然酵母、ほとんどがこの3社の酵母を使用しています。まあこの中でおすすめできるのはやめときましょうね。またいっぱい脅かしのメールが来るといけませんから。ある時にね、白神児玉酵母っていうのは土壌菌の一種を使ってるんだろうから、非常に危ないということを、Facebook に書きましたら、非常にお叱りのメールをたくさんいただきました。メッセージでよこすか、もしくは Facebook の方のちゃんとした議論の場で載せればいいものを、どういうか私の個人のメールアドレスを尋ね当てて、ガンガン考えます。個人のメールアドレスといえば Facebook って言ったら、あれもちょっとまずいですよね。人をね、変態呼ばわりするんですよ。あなたは、私がね、福島の、人たちは非常にかわいそうであると、福島の人たちの、健康状況の、をもっともっとチェックしていただきたいということを書いたら、いいですか、これ名前覚えておいてください。東北大学の山部というバカ教授が、心臓外科の教授が、広瀬さん、あなたは変態であると、ね、まあ、どういういきさつがあったか、よくお読みいただきたいと思うんですけれども、変態であると。それからまた、梅津さんとかっておっしゃった方かな、津田塾大学を出たなかなかのインテリの方ですが、ネット右翼の方です。ネット右翼の方が、そんなに左翼的な発言をして、お前は、お前ですよ、女の人にお前呼ばれる、お前は、腐れ外道の恥さらしだと、ここまで言われるかというふうに思いましたよね。ですから Facebook では、淡々と、まあ、私は私の信ずる道を書いているだけでございます。ただ私が変態かどうかというのは、いくら東北大学の山部教授が名医であろうとも、心臓外科の教授に、私が変態であるかどうかという、ご診断はつかないというふうに思っております。でまた梅津なんとかっていう方が書いた腐れ外道というのは、私が腐れ外道だったならば、こうやって皆さんの前でお話ができない、そのように思っております。今日はニコニコ話しているように言われております。はい、次行きましょう。ちょっと待ってください。ほとんどの3社が、ほとんどがこの3社の酵母を使用して、天然酵母風味調味料ってあるんですよね。普通のイーストでやってて、パラパラパラって入れればね、天然酵母の風味がする。で、売るときには天然酵母パンっていうふうに売ってるんですよね。それから、自家培養の天然酵母を歌っているところの 99% は嘘です。自家培養してます、うちは絶対に自家培養してますというようなパン屋は、1000軒あるうち990軒まで大嘘を書いてます。絶対に自分のところで自家培養なんかしてない、そう思います。今日はニコニコ話するようになります、ちょっと次急ぎましょう。あと5分。はい、次、まあ、これは読めば分かるんですが、本ベーカリーっていうのは、ミックス粉は大変危険というのは、ミックス粉は中国産の粉を多く使用されているからです。はい、そうなのって、そうですよ、中国産の粉を 2% 以上のココアとか砂糖を入れれば、小麦粉じゃなくて食品小麦粉調整剤として輸入されます。それをあと砂糖を入れて脱脂粉乳なんかを入れればミックス粉になるわけです。ミックス粉のほとんどは国産じゃありません。残念でした。それからホームベーカリーは危険です。グルテンパウダーを入れるでしょ。そのグルテンはどこで作られてますかね。それはどことも得体の知れない小麦粉を原料にして作ったパンですよ。
それはグルテンは放射線の塊です。はい、次行きましょう。良いパンの磨き方、チェーン店でないところ、できればパパママストアであるところ、それからテレビに出ないところ、広告宣伝にお金をかけてないところ、内装外装にお金をかけてないところ、年齢で言えば40代、店主が外車に乗ってないこと。外車なんかとんでもないですよ。だいたい日に4万か5万の売り上げでね、1ヶ月何十万のものを払え、十何万のものを払えるわけないんだから、地道にやっているパン屋を選んでください。それからベクレル検査をしているところ、これは私のフェイスブックを見ていただければ、ベクレル検査のしてるかしてないか、そういうような基準も全部そのガイドラインが載ってます。はい、次行きましょう。柳瀬隆さんの詩が大好きで、アンパンマンで有名になる前から柳瀬さんの詩が好きでした。今でも覚えておりますのは、人生至上の幸福とは何も言わずに通じ合うこと、何も言わずに語り合えることっていう意味です。今日は お子さんも多いので、これをちょっと、おいしいパンを作ろう、生きてるパンを作ろう、命がけで作ろう、命のパン。皆さん、私の生活を楽にさせていただきたいと思います。4時からよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。